世界の常識として、今の処理水に対してね、全部の国の全ての人、偉い人たちの共通の考えね、全然安全じゃない。はるさん、はい、もうね、なんか処理水の問題とか、いろいろあるんですけれども、うん、そんな中、中国の方がね、国慶節っていうことで、はいはい、今たくさんのインバウンドの方としてそうなんですよ。もう飛行機のね席が取れないぐらい、うん、前の菅総理の時にね、はい、だいぶいろいろとやってくれたんでね、外国人来るようになりましたけども、ね、今回でもね、そうは言いつつも中国じゃラブリージャパンラブリーじゃないですか、うん、なのに、まあ、中国のね、うん、まあ、いわゆる政府がそういうふうに、まあ今回のね原発の汚染されたね、はい、水を、まあ、ちゃんときれいにろ過して、ね、ろ過してるんですけども、うん、それをやり続けるのであればね、まあ、いろいろな、まあ、制裁を加えるぞという話になっちゃってるじゃないですか。はい、それ知ってました？そういう話。あ、はい、知ってます。うん、ね、うん。あれ、そもそも処理水ってどういうものか分かる？どんなふうに処理してるか分かりますか？分からない。放射能を処理してるわけですね、うん、放射能汚染された水を、はい、あのタンクの中で海水を使って、はい、何十倍にも薄めた状態で放射あらゆる何十種類の放射物質をそこで薄まった状態にした後で魚とかも大丈夫な濃度になってそれを何年もかけて少量ずつ流していくっていう措置、うん、処理水ですね。で大正解。その中で一つだけ、除去できない物質があると、はい、でそれも除去できないけど大丈夫なまで世界基準のよりさらに低い状態までの濃度にして出しているにもかかわらず、はい、というだけど中国は騒ぎましたという、はい、そもそもじゃあ世界の常識として今の処理水に対してね安全だと思ってると思うんですか？世界です。あ、安全っていう人もいればやっぱり無理ダメでしょっていう人も、全部の国の全ての人偉い人たちの共通の考えね、全然安全じゃない。あ、 OK じゃないんだ。 OK じゃない、はい、そもそも工業用水の排水ね、はいはい、それから肺炎、はい、タバコ、いわゆる車の、はい、とかいろいろ、まあ、そういう農薬であったりとか、うん、実はまあ同じぐらい危ないものって海に流してるんですよ。世界中で。うん。これは日本だけに限らず。流すところって海しかないんですよ。はい。ね。そういうやばいものが。で、世界中流してるし、うん、そもそも放射能消えないんで。うん。これはね、常識なんですよ。うん。薄めてるとかね。うん。これに関して安全基準であるとか。うん。じゃあそういうふうに言いながら、じゃあ水俣病どうだったんですかとか。うん。いう話になるじゃないですか。結局放射能がもし消えるのであれば、うん、消せるのであればそれは消せるって話になるんです、うん、消えないんですよ。消えないし、もっと言ってしまえば世界中で決して発表されてませんが核実験いっぱいやってます。そうですね、世界中で、はい、ってことは世界中の海は汚れてるんですよ最初から。はい、汚れてる、汚れてるものをそのまま垂れ流してる、そういう国もいっぱいあります。もしかすると今いっぱいいらっしゃってる国々の方々もやってる可能性もあります。というのはある県のある病院で、うん、絶対に流しちゃいけませんよっていう病院のいわゆる排水があるわけですよ、はい、菌とかね、伝染病とかあるじゃないですか、うんうん、流したところが壊れたんですよ、うん、でそういうことがあってもニュースに普通なるよね、うん、ならなかったです、うん、消されました。あまりに危ないことだから。でもそれいっぱいあるってことです。うん、そのように私たちっていうのは生活の中で起きてくる危ないものは全部海に捨ててるんですね、最初から。うん、そこはまず理解してください。じゃあ、中国が今更ね、分かってるんだら、うん、忖度していちいち言わなくていいじゃないですか。うん、そんなこと、うん。なんで言ってくるか分かる。うん、そもそもあの日本海中。太平洋側に流したわけだから。ああ、そうですね。なんでそこに戻ってくるのって話だよね。まあ、文句言いたいわけですよ。うん、本当一番言うのはハワイが文句言いますよ。まあ、いずれにしても、なんでそれが言ってくるかというと、中国からすると、まあ、大義名分は、そういうふうにしちゃダメだっていう警告ですけども、本当の狙いは、そういうふうに言ったとき、日本がどんなふうに中国に対応するかってことを見てます。うん、
今後、まあ、中国の言うことをちゃんと聞いて忖度して聞く国なのかな、それとも、いやいや、だったら輸入止めろよっていうふうに反発してくるのかな、この人たちどこまでアメリカ他の国とくっついてるかなってことを探ってるんですよ。これが一番の理由です。でここでもしその排水の問題、処理水の問題に対して強気で突っぱねたら、次中国は台湾問題とか、いろんな問題でもっともっと圧迫してきます。これも目に見えてます。台湾問題って処理水と関係あるんですか？関係あるんです。実は台湾問題であったりとか先島の問題とかも含めて戦争しようとかじゃなくて、あくまでこれ国の国交の、カードなんですね。外交カードなんですよ。その中で当然台湾のことを攻められると日本って次は沖縄ですから、はい、そうですよね。当然嫌じゃないですか、そういうところのプレッシャーがあるじゃないですか、だから台湾も攻めるわけですよ。で逆に台湾取っちゃえば次はもう台湾が今ね、防波堤になってるのに、すぐ沖縄県になっちゃうんで、そういうのも怖いっていうのが皆さん本心ですね。だってそもそもじゃあみんな言ってんの沖縄取られたら九州も取られちゃうじゃんっていう人もいるんです、でもそんなことは急に起きなくて、いずれにしても外交カードなんで、まあ、ここで処理水に対してすいませんでしたと、そういうことはもうしませんっていうふうに表向きでも日本政府が中国に謝罪をしてもうやりませんみたいなことをすれば、じゃあまだそういうふうに自分たちのことを聞くんだったら台湾問題もね、いろいろなそういう外交問題も少し緩めてやるかっていうふうに考えてると思う。でもやりすぎじゃないですか。何言うんですか。あの中国の騒ぎ方って騒ぐのが好きな国ですよね。昔からそうですけど、あそこってやっぱり騒ぐことによって発展してきた国なの、アジアってそういうとこない。ヨーロッパはどちらかというと頭使っていろいろとこう政治して ああしてこうしてどっちの国とどっちの国とついてたんやけど、中国広いですから、いろんなところとこううまくやろうにもなかなか難しいので、まあ自分たち同士で騒いでっていう感じはあるよね。でもね、それ国は国でそういう外交カードとしてそれをやってますけど、それが一般の庶民の方にもね、変な電話をかけたりだとか、フェイク画像を流したりだとか。まだ暇なんだよね。正義の味方を、まあ、言いながら、人を攻撃したいっていっぱいいるんで。要は、マウントを取りたいわけじゃないですか。ね、じゃあ自分がいつもいじめられてる人は、何かこう断れば、いじめ返してやるぞっていうのが人間のね、地球人の正しい考え方なんで、自分たちも含めてみんなね、やってることは同じなんで、50本、100本なんですね。それが、まあ、エスカレートしてね、外交問題になるようなことになれば問題ですけども、まあ、中国あるあるでよくやってますよね、私たちね。ただね、意外と僕ら沖縄の人間なんですけども、日本本土の人に対する対応と沖縄県に対してはやっぱり違うよね。中国人。そんな感じしない？ここに来たもんだけど、やはり中国対日本に対して中国の、その圧力のかけ方や物の言い方とか態度っていうのと、やはり沖縄の自分たちっていうのはやっぱ同胞だと思ってるところあるかもしれない。そうなんですか。ありますね。だからそういうところは、もしかすると僕は、なんだろうな、今後のね、日中の問題の中で沖縄県って別にどっちにつくとかじゃなくて、まあ外交カードの一つとして考えて、まあ、みんなもう行き過ぎるからすぐね、中国の話をすると沖縄県が独立しちゃうとか、っていう話になったりとかしますけど、そういうことじゃなくて、沖縄って昔から独立したことないんですよ、ちゃんと。ちゃんといつも間に入ってるんですよ。まあ、琉球王朝と言いつつも、中国の属化してるふりをしつつ、まあ、日本本土とも属化してるふりをしつつ、実は韓国を尊敬してましたみたいな、そういう、な、韓国とか、まあ、朝鮮半島ね、に憧れてましたみたいな、そういう島なんで、僕は、そういう歴史的な DNA っていうのはあると思うんですよ。国の中での、その地球上の中での、いわゆる地域的な部分での役割ってあると思ってるんだね。本だけ揉めてるところって、僕はやはり、もうちょっと沖縄って、そういう意味では間に入ってくるところでもいいと思うんですよね。まあ、いずれにしてもね、今回のね、戦争の問題もね、ちょっとこれ話題からずれていきますが、少しお話をすればね、一番最初にやはり台湾有事が起きた時にね、
問題起きているのは多分、与那国島とかにありますけども、沖縄県は関係すると言われてますが、うん、僕は沖縄県が攻められることないと思ってるんですよ、実は。これ、霊視ですよ。僕の霊視ではないんですよ。というのは、そこまで実は、弱い島じゃなくて、神様に守られてる僕は島だと思ってるんですね。だから、そこがちゃんと防波堤になってくれるし、皆さんが想像する以上にそこまでね、怖いことにはならないかなっていう。ああ、そうなんですね。気はしてます。だから、あんまりね、中国って怖がらない方がいいですよ。習近平は、お坊ちゃんですからね。何もわかんない、お金持ちのお坊ちゃんですから、そういう意味では、そんななんか、人に対して憎しみがどうとかっていうのはないと思うんですよ。共産党の中のやっぱり政治の問題もあるんじゃないかね。あんだけ大きい国になってくるとね。はい、どうしよう、ちょっと話が。お水水、処理水からね。処理水から。ちょっと言っちゃった。まあでもその単純な問題じゃないってことでね、その処理水のことだけではなくて、うん、あ、そう、そうね。はいはい。っていうことですね。最後に究極言うとさ、じゃあ汚染されてる水なわけじゃん。ってことは私たちの体は汚染されてるものを取り入れてるってことだよね。そうですよね。そう、ちょっと思ったのが、やっぱり生で食べるのが好きじゃない、日本人って、お魚とか、それを熱を加えるとそれがまたなくなるのかなとか思ったり、だから熱処理して食べることを推奨しますようなのか、熱処理しても変わりませんようなのか、いわゆる寄生虫とか微生物のね、いわゆる細菌系に関しては当然熱処理は絶対大事ですよね。核物質は熱処理ではダメですけども。ダメですよね。ダメですけども。それはあれですけど。まあでもほら、核物質だけじゃないんです、さっきも言ったように。いろんなものが流されてるので、そういう意味では、どんどんその熱していくってことは大事よね。日本ぐらいだもんね、卵生で食べて大丈夫ですよね。そうですね。それぐらい安全な、そうそうそう。安全な生産方法が日本のものなんですけどね。インドなんかさ、やっぱりあんだけ、ずっとやっぱりここにも、菌が多いわけじゃないですか。はいはい、でそういう人たちって病気せずに生きてるわけじゃないですか。だって人口率世界一ですからね、今ね。その中で、やはりもともといたインド人が日本に来て、食生活して戻ったら、前まで大丈夫だったのに病気するとか言ってました。生粋のインド人がね。生粋のインド人がついてました。はいはい、だからそういう意味では、対応してるんですね、体がね。だから体制ってできますよね、やっぱりね。できると思います。でもだからといってね、そう、全部が反対、全部がダメ、も結局反対してからといっても、タンクの水はどうにもこうにも流さないともう無理なわけですよね。そうです。っていうことはもう、ね。置いとく方が危ないです。あ、そういうことなんですね。置いとく方が危ないです。だったらもうね、もうそれ以外に方法はないですよね。土に埋めるっても無理。300メーター以下までセメントで全部区切ってそこに入れて、セメントで300メーターぐらいずっとこういうふうにやると放射能は上がってこないと言われてますね。300メートル?セメントが一応放射能を閉じるんですよ。はい、遮断はするんですか?遮断はするんです。はい、だけども300メーターぐらい必要。全部きれいにセメント化して、そこで閉じ込めておくと、一応は、現実的じゃないです。ゼネコンが喜ぶだけですね。そうそうですね。はい。皆さん、いろいろなね、情報は流れてますが、今、この時代ですから、それぞれがね、それぞれ正しい情報をね、本当にこう、受け取って、みんなでこう学んでいくことって大事ですよね。翔さんもすごいですよ、情報マンですから。本当にね、日々いろんな情報を。いろんな情報を、僕らの10倍ぐらいやってます。やってる、やってる。大事なのは、それを覚えていられるかってこと。全く覚えないから危ないです。翔さん、無駄なことは忘れるんです。大事なことは全部覚えて、覚えてない。僕に報告したり、いろんな動画をね、送ってきますよ。というわけで皆さん仲良くみんなでね、いろいろ調べて、乗り切っていきましょうよね。渡っていきましょう。